まずちょっと聞きたいですけれども、毎日歩く人よかったです。ここまでどうやって来たんですかって話ですからね。絶対歩きますよね。歩かない日ってないでしょ。いや外でないくて歩かない日ありますって言うかもしれないけど、トイレ行ったりするじゃないですか。いや家の中でも歩くでしょ絶対に。で何歩歩いてるか、男女ともに6000歩も歩いてるわけやろ。男女ともですよ。平成大体29年の、厚生労働省データですけど、男性で6846歩、女性で5867歩、このコロナでちょっと減ったとは思いますが、でも6000回何千回単位でやる運動ってね、他にあります？歩き以外皆さん運動かなってちょっと考えてみてください。そんな運動あるんかなと、運動かなって考えてみてください。ないと思うんですね。呼吸は置いておいて、呼吸はもう2万回から3万回も1日やってますけども、それはちょっと置いといて、呼吸以外で、呼吸の次に一番やっている毎日ね運動が歩きなんですね。だから皆さん縦腰体操、あの変な体操やってる人、うわ変態あんなんやってるんですか。変態ですねありがとうございます。嬉しいです。もちろん僕もやってますが、あれはあれでやってね、でその他にもエクササイズやってる人いると思うんですけど、歩きって6000回もやってるわけですよ。だからせっかく体操とかサプリメントとかそういうのも全部含めですよね、健康に気使っててもですね、6000回もやる運動が間違えていたらどうなるかって、そこなんですよ。6000回一歩一歩間違えたことしてたら、せっかく体にとっていいことしても全部水の泡になるわけですね。だから絶対に変えなきゃいけないんですよ。体を変えたくて、何らかを変えたくて来られているわけですよね。のためには絶対歩きを変えるってことは必要不可欠ですので、皆さん忙しいと思うんです。お顔を拝見すると忙しい方々ばかりだと思いますが、忙しい毎日の中でね、体操する時間も取れないとありますよね。わざわざ体操の時間を作れないとか、縦腰体操はながら隙間でできるからいいんですけど、なかなかできない。そんな時に毎日歩くわけだから、その歩きの中身を変えてしまったら体操する必要もなくなってくる。つまり歩きが体操になっちゃうんですね。縦腰体操やったら体が楽になって快適になるじゃないですか。それと一緒で、一歩一歩歩けば歩くほど体が快適になっちゃったらどうします？最高ですよね。僕ってそういう体をしてましてね、皆さん今日そうなりますから、本当になります。一昨年ってね、琵琶百って言ってね、琵琶湖周辺滋賀県の100キロ歩く大会があるんですね。去年はコロナの影響でちょっと中止になったんですけど、一昨年あって、でこのワンデーセミナー来られた方がね、その2、3ヶ月後に大会があったんですけど、僕に初めてお会いした日ですよ。これ受けて歩くのが楽しくなっちゃって、東京の方ですよ、そのまま滋賀に行ってですね、100キロ完歩してわーって言ってる人がいます。コメントがね、他の、僕も琵琶百に携わったんでね、聞いたんですけど、他の僕から学んでない人と言ってることが真逆なんですよ。歩けば歩くほど楽で、もうついたんかっていう感じ。感動的なゴールじゃなくなるみたいですね。実際そうだったんですよ。他の人はね、足引きずってこうね、で、ゴール地点、曲が流れてるのこう、感動的な。とかやってるのね。僕の生徒さんをね、ゴールで待ってたんよね。で、僕66キロ地点でね、その人に一回あったから、その時水色のウィンドブレーカー着てたんですよ。だから水色を探してたわけ、人いっぱいおるから。あれ大丈夫かな、これ時間間に合えへんかったらゴールに認定されへんしなと思って見てたら、ここにおらったんですね。で色変わってて、次ここにおったんだみたいな。誰も祝福してくれなかったそうです。あまりにも普通にあるから琵琶百の参加者と思われへんかって言って、ぐらい普通こうやってグワーってやってる人の横に普通にこうやってゴールしてた。で最後ゴール直前の3キロのとこで階段があるんですね。でそれでみんなやられて、そこでせっかく97キロも歩いたのでリタイアする人もいたのに、その方は何とおっしゃったか、あの階段が一番楽やったって言ったんですよ。このワンデーセミナー1日来て歩き方を覚えて日々トレーニング積んだだけです。そうなります。それからその方すごい体変わらはったんですね。そんな感じでね、本当人生がそれで変わったっておっしゃってます。もちろんワンデーセミナー受けただけやからじゃないですよ。その方帰ってここで学んだことを実践されたからなんですよ。だって1日6000回もやることだから、帰って毎日やってるからもう何歩体にいいことしてるかってことなんですよ。だからこそ皆さんお忙しい毎日だと思うんでね、歩きは絶対に変えていただきたいってことです。もう僕なんか何歩歩いても楽チンチンですございます。あ、チンが一個多かったですね、はい、楽チンでございます。歩けば歩くほど体が楽になるっていうあり方を今日教えていきます。だから体と心ってつながってますよね。つながってるって言われますね。だから歩きが間違えてたら精神面メンタルまで落ちてくるんです。僕も毎日忙しいですから大変な時もあります。さすがに星の字も疲れたなっていう時あるんですけど、疲れたなと思って 2,3 歩歩き出すでしょ。疲れたなぁもう大体 2,3 歩で大丈夫なんですよね。そういう体に今日目標はそれでございます。もうね、歩き方後ろ向きやったらねありがとうございます、はい、歩き方が後ろ向きやったらね、メンタルなんか前向きになりませんよ。そ
まれると思ったんです。こんな歩き方の人が私はできるとか言ってもですねちょっと変でしょこれはね、なんですよ。だから体が前向きになってこそね、歩き方が前向きになったら絶対嫌でもメンタル前向きになります。さっき言ったよね、僕ね、一歩歩いたらそういう状態になる、はあ今日も疲れたなーってなりますんで、一歩から。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。